はい、こんにちは。沖縄おばばでございます。もうこんばんはですね。はい、これが今日の最後の配信になります。はい、皆さん今日も、いろいろね、ご覧くださってありがとうございます。はい、まあ、いろいろハプニングもありましたけどね。はい、申し訳ございません。はい、えー、どんどんとね、じゃがいもの美味しくなる季節になりました。はい、えー、ポテトチップスなんかね、食べるよりも、 えー、ポテトチップスもね、家で作れるんで、はい。えー、薄くね、切ってね、お水にさらしてね、えー、揚げるだけでございます。はい。えー、油が気になる方はオーブンで焼いてもいい、美味しいですね。はい。まあ、そういうことで、えー、お芋の美味しい季節になりましたね。はい。えー、なんというかね。 えー、お芋といえばでは全然つながってないんですけど、えー、和水さんですね。和水さんもお芋のお,お料理美味しいんですけど、どうやら、あの、エケさんのね、はい、あのー、ユーのローとね、つなぐね、衛星のね、基地局があるんですけど、衛星の基地局ですね。そちらの方をね、歯の開会したそうです。<laughs> <laughs> はい。まあ、笑いながら言うことじゃないんですけど、えー、まあね、こういったことはね、えー、西側では言われませんので、はい。西側ね、あくまでも大本営発表ですから、はい。そういうことなんで、えー、駅さんがね、えー、ちょっとね、えー、負けちゃってるっていうようなことは <laughs>、まあ、絶対報道しません。はい、そういうことです。はい。えー、そういうことでね、和水さん、はい。 あのー、エケのね、ユうのローのね、えー、衛星のね、基地局を派の開会しました、ということで、えー、まあ、こちらの記事も貼っておきますね。はい。えー、まあ、そういうことなんですよ。これでね、エケさんは、ああ、リアルタイムにね、はい。リアルタイムに、ユうのローとね、えー、通信することができなくなってしまいました。 はい。そういうことなんですよ。なのでね、今のね、この時代に、あの、どんどんのパチパチってね、する必要ないんです。はい。あの、衛星とかね、えー、そういうものをね、えー、ボンフーンってやってしまったら、もう、もうそれで解決です。はい。えー、まあ、そういうことでございますね。はい。もうね、えー、和水はね、えー、もう、エネルギーも持ってますしね。 はい、えー。こういった技術もお、まあ、高いです。はい。なので、えーねえー、皆さんが心配しているようなことには、多分ならないとは思っております。はい。エケまあ、えですね。いわゆるシュワットブーの方が、あー、ね、えー、ビクトリーになってしまってね、えー、N の W のお、おが来るということは多分ないと思います。はい。 まあそういうことです。はい。えー、まあ考えてみればね、えー、和水さんもね、あれなんで、あのー、東の方なんでね、はい。西ではなくて東なんで、はい。えー、もしかしたら和水さんかもしれませんね。はい。わかる人にはわかる言葉でございます。はい。申し訳ございません。はい。まあそんなこんなで、えー、今ね、えー、和水さんが順調にいっているということですね。 はい、えー、どうなってしまうんでしょうかっていうことです。はい、えー、まあ、美味しくね、ポテイトでもね、えー、食べながら、あ今後のね、なり行きを考えていきたいかなと思っております。はい、えー、まあ、今日はあ、あの、ファーストチャンネルこの辺で終わりにしたいと思うんですけど、セカンドチャンネルにね、ちょっと気になっていることをあげたいと思いますので、 えどうぞ皆さんね、よろしかったらセカンドチャンネルにも、あのー、見にいらっしゃってください。えー、ちょっとね、今回は、ああ1、2、3のね、次の4、5ですね。4、5のね、えー、世界について、えー、まあ、ある人、ある人が語ったね、えー、ことをちょっと載せてみたいと思ってます。はい。 それでは皆さんまたごきげんよう。明日もね、元気なお顔で皆さんとお会いできるのを楽しみしております。沖縄バばばでした。美味しそうですね。はい、えー、今日はじゃがいものね、おかずにしようかなと思います。